韓国が慌てふためいていますね。いつもの調子で日本の集団的自衛権反対を訴えて世界中を駆け巡っているパクチャン大統領ですが、誰も賛同してくれません。オーストラリアに至ってはこんな感じです。2013年10月17日、韓国訪問中のオーストラリアのジュリー・ビショップ外相は、日本の集団的自衛権の行使問題について、日本は軍国主義に向かわず、アジア太平洋地域や世界の平和と安全に対し、積極的な貢献をするだろう、と語った。これではパクチャン大統領の面目丸つぶれです。確かアジアのバランサーを目指して奔走していたパクチャン大統領ですよね。それが今ではアジアのバラバランサーになって孤立無援状態としか思えない状況です。それでは世界の状況を全く理解していない某国の人に教えてあげましょう。2013年の現代になって未だに侵略だ、保障だ、謝罪だと言っているのはあなたたちの国だけです。中国と北朝鮮も言っているだろうって。北朝鮮は無慈悲なほにゃららとしか言っていません。中国は尖閣のことを強く言っているだけです。いつまでも乞食のような主張をしている国は世界中を探してもあなたたちの国だけなのですよ。もう少し他のアジア諸国の振る舞いを見てみませんか。それでは世界の状況を外交部長長官に確認してもらいましょう。まずは面倒なのでアメリカのブッシュ大統領です。日本が集団的自衛権で侵略してくるにだよ。韓国はジョークの腕を上げたな。おい、立派だよ立派。笑われたにだ。アメリカはダメにだ。次はイギリスのキャメロン首相にだ。日本が自衛権で侵略してくるにだ。そうかそうか、よかったな。ちゃんと聞くにだ。聞いてるにだ。おっと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 。イギリスは相手にもしてくれにだいなんだ。でも日本が嫌いなロシアがいるにだ。日本が集団的自衛権で侵略してくるにだよ。謝罪は一回すれば十分だ。でも保証は一回じゃ嫌だにだ。何か言ったか？ロシアは怖いにだ。そっか、一緒に日本に侵略された国なら分かってもらえるにだ。やったねこれ。それじゃフィリピンなら分かってもらえるかな。日本が自衛権で侵略してくるにだ。そんだだこと言っちゃバーチ当たるぞ。フィリピンも意味わかんないけど怖いにだ。でもマレーシアなら絶対に大丈夫にだね。日本が自衛権で侵略してくるにだ。わしを怒らすと噛みつくぞこら。日本の悪口言うとなんでみんな怒るにだか。わかんないにだ。もう次行くのやだにだ。でもパクチャン大統領に怒られるからシンガポール。出口はあちらですよ。まだ何も言ってないにだよ。まだまだたくさんあるからいいにだ。次はインドネシアなら絶対に絶対に絶対に大丈夫だ。日本が自衛権で侵略してくるにだ。ちょっと待って。ああ安倍ちゃん、今韓国の偉い人が来ててね。え、追い返していい。わかったわかった。そういうわけで、バイバイ。卑怯にだ。日本政府の裏工作にだ。もう大使が残ってないにだ。日本が自衛権で侵略してくるにだよ。日本は素晴らしい国よ。わかった。わかったにだ。日本ってやっぱりいい国だね。まあこのようにどこの国に行っても同じでしょう。少しは侵略だの謝罪だの賠償などという恥ずかしい行為はやめた方がいいと思いますよ。それではまたお会いしましょう。